福田屋ショッピングプラザ宇都宮店は、栃木県宇都宮市に1994年10月13日にオープンした地場百貨店、福田屋百貨店直営のショッピングセンター。一般的なショッピングセンターのような各店舗と専門店の集合とは一線を画し、福田屋百貨店自営の平場をメインとしたフロア構成が大きな特徴となっており、ショッピングセンター化した。 百貨店と言える。建物は地上5階、地下1階で、地下1階と4階5階は駐車場である。1階はアトリウムで、食料品と、服飾雑貨、婦人服の2ゾーン。2階は、吹き抜けなどで、婦人服と、子供服、紳士服、サウスサイドの3ゾーンに、売り場が分かれている。3階は、日常医療品と生活雑貨、スポーツ用品、外商サロンなどで構成。 ファストフードが中心のレストランコートは1階北側にある地方百貨店が本店そのものを郊外へ移転させ全国有数のモータリゼーション社会となった地域特性への対応を図り都心空洞化に対応したただ一つの例である日本全国の地方百貨店が売上減に苦しむ中同店の売上は年々右肩上がりで2号店 FKD ショッピングモール 宇都宮インターパーク店出店の足がかりとなった。インターパーク出店以前は、FKD 宇都宮店への新規出店が、地方百貨店初出店というブランドも多かった。中心市街地から離れた郊外型ではあるが、JR 宇都宮駅から北へ約2キロメートルの高立地で、店舗周辺には住宅街が広がり、ニュータウンも多くある。平日は閑散としていて、 土日祝日に賑にわう他のショッピングセンターと比べ、同店は平日の来店者数、売り上げが多いことも特徴である。開店当初より、社名由来の FKD を愛称として使用していたが、FKD インターパーク店のオープン以降は両店を混同しないよう、FKD 宇都宮店という表記が扱われている。FKD ロゴマークのデザインは一度変更されている。競輪場通り沿い。 JR 宇都宮駅より北へ 2.4km。詳細は公式サイト、アクセスパーキングを参照。また、大通りの陸地から、宮の京北の陸地マイナスあたり SC 間の、お買い物専用無料送迎バスも運行されている。詳細は公式サイト、無料送迎バスのご案内を参照。ありがとうございます。